もっとゼロツー見つけたのでやってみたいと思います。今回は20回チャレンジ。はい、20回でレアなやつ出るかな。シークレットレアは1個目がこのカブトなのかな。これでも最近見えないんだよね。はい、どんどん回していきましょう。多少のリスクが何だ。これ紫っぽいの。100円が、これは違うだね。誰かが助けを求めて手を伸ばす。僕らは必ず助けを伝えてみせるよ。これ紫がなんかいっぱい出てるね。ここから見るとちらっとこううちのカラーが見えるけどね。赤がシークレットレアあるけど赤が欲しいな。これは紫。ドリームチェイサーです。はい、というわけで今回は仮面ライダーぶっ飛ばソウルもっとゼロツーのガシャポンを回してきました。とりあえず20回回した後、横のゲームでゲームをして、フルボトルをゲットして、残ったお金でもうちょっと回して帰ってきた感じです。数えてみたら、全部で28回回してきたみたいです。はい。というわけで中身を見てみましょう。28回回して、19個メダルが揃いました。思ったより揃っててびっくりしたんですけれども、シークレットのメダルは今回はゲットできませんでした。被ったメダルもかなりばらつきがありますね。たくさん出たのがこちらですね。ニューデン王のストライクフォームと仮面ライダービルドのファイアヘッジホークフォームがたくさん出ました。全部でデン王は5枚出たことになりますね。そしてビルドの、ファイアヘッジホークフォームは4枚。出た感じです。他に被ったのはカタックのライダーフォームとビルドのライオンクリーナーフォームですけれども、まあこれは誤差範囲というかこんなもんだろうなと思います。こんなに偏って被ると思わなかったのでびっくりです。はい、今回のエナジーアイテムはコンティニュー、暴走、そして天秤座の3つになります。この中の1つ天秤座がゲットできました。これ欲しかったので嬉しかったです。クリアなフレームになっていてとっても綺麗なメダルです。ではこちらのラインナップを見ながら一緒にメダルの確認をしていきましょう。今回は31番から56番までがラインナップとして入っています。31番はこちら仮面ライダービルドニンニンコミックフォームレアリティ1バトルタイプ特ライダーパワー1800。32番はこちら仮面ライダービルド、ニンニンコミックフォームのレアリティ4、キル、4500。33番はこちら、仮面ライダービルドのロケットパンダフォーム、レアリティ1、バトルタイプ、キルの1600ですね。34番が仮面ライダービルドのロケットパンダフォーム、レアリティ4、キル4400となります。35番はこちら、仮面ライダービルド、ファイアーヘッジホークフォームの星1つ、打つ、1900。36番は仮面ライダービルドのファイアーヘッジホークフォームの星4つですね。レアリティ4の、イル、4300になります。37番はこちら、仮面ライダービルドライオンクリーナーフォーム。レアリティ1、特、1700。38番はこちら、仮面ライダービルドライオンクリーナーフォームの、レアリティ4、打つ、4600。キラキラです。39番はこちらのブラッドスターク。星一つのイル1600ですね。そして40番はこちらのブラッドスターク。星四つ特4700。とても強いです。41番はこちら仮面ライダーニューデン王ストライクフォーム。星一つ特1600。42番は仮面ライダーニューデン王ベガフォーム、レアリティ3、キル3700。そして43番が仮面ライダーカブト、ライダーフォーム、レアリティ1、キル1600。こちらが一つ目の
シークレットメダルになります。惜しかった44番はこちら、仮面ライダーカブトライダーフォーム、レアリティに特2500。そして45番はこちらの仮面ライダーカブトライダーフォーム、レアリティ3特3300。46番、仮面ライダーガタックライダーフォーム星1つケル1700。こちらが2枚目のシークレットメダルになるそうです。これも残念ながらゲットはできませんでした。47番は仮面ライダーガタックのライダーフォーム星2つ特2500。こちらも惜しかった一番違いの47番仮面ライダーガタックライダーフォーム、レアリティに特2500。そして48番は仮面ライダーガタックライダーフォームのレアリティ3ケル3200。49番はこちら、仮面ライダーザビーライダーフォームレアリティに特2500。50番はこちら、仮面ライダーザビーライダーフォームレアリティ3打つ3500。51番はこちら、仮面ライダードレイクライダーフォームレアリティに特2500。52番は仮面ライダードレイクライダーフォームレアリティ3イル3400。53番は仮面ライダーサソードライダーフォームレアリティ2特2500。54番は仮面ライダーサソードライダーフォームレアリティ3キル3600。そして55番は仮面ライダーサバキレアリティ2キル2300。56番は仮面ライダーエイキレアリティに打つ2500でした。はい、こちらのメダルを使ってなんとかこちらのフルボトルゲットできましたので、次回はこちらを紹介していきたいと思います。というわけで今回は仮面ライダーぶっ飛ばソウルもっと02を回してきました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。